では早速、はい、今日はですね、はい、まずは、ちょっと上に乗ってみてもらっていいですかね。どうでしょう、揺れを感じますか？もちろんです、はいはい、この肩プタプなさってきましたかでしょうか？してます。よく気づきましたね。ちょっと上げていきます、はい、もう無理っていうところで言ってくださいね。全然大丈夫ですよ、全然全然全然、僕体感王ですから。わかりました。これ一番もう激しいところマックスですね。やってみましょう。行きましょうか。じゃあですね、はい、このまま今日は、クッキー椅子やってもらおうかなと思ってます。クッキー椅子僕ね、中学校の時に、ね、よくやらされたりする。昭和ならね、はい、はい、じゃあその感じで、はい、キープしていきたいと思います、はい、30秒いきますよ。せーの、はい、じゃあお尻をもう少し後ろにグーッと出していきましょう、はい、お尻を後ろに出していきます、はい、もう少し前に傾いて、前に傾いて、そう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 、いいですいいですいいですよ、その調子、はい、先生これね、ジャッキーチェーンなんですよ。ちょっとよくわかんないんですけど、ちょっともう少し上がって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 、はい、下がって下げ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 て、はいはい、上げて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 下げて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 上げて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 下げて下げて、あと5秒、はい、上げて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 下げて下げて、そこでちょっとキープして。はい、オッケー。降りていいですか？じゃこのままお待ちを、はい、これでモードを変えまして、ちょっとこのリラックスモード。リラックスこの時はもうただ立ってるだけなので、はい、これも30秒間リラックスして立ってみてください。これインターバルの部分なんですか？そうなんですよ。有酸素運動を本当は挟むんですけれども、これのいいところは乗ってるだけで有酸素になるので、じんわり体が温かくなってくる。そうなんですね、はい、これ見てる感じだと分かんないと思うんです。微振動というか、はい、じわーっと足からこう頭のてっぺんまでしっかり、ね、ね、はい、僕の声があーってなっちゃうぐらいと思っているところでもう30秒来ちゃったので、はいはい、次はですね、はい、ニーリングプッシュアップというのをちょっとやってみたいと思います、はい、こうですね。そうですね、ニーリングと言います。でこの状態で、はい、今つま先つけたままでいいので、はい、行っちゃいましょう。でそこからもう少し前に行きましょう。手が、はい、そうですね、その状態で膝をぺこんと上げちゃいましょう。でこの時に腰に負担がかからないように、お腹、はい、ここにめちゃめちゃ力入れてください。おお、でこの状態で少し測っていきますね、はい、お願いします。せーの、じゃあ少し下に下ろしていきます。下ろしていきます。そこでキープ、そこでキープ、呼吸止めないように、呼吸止めないように血圧でポンといってますよ。大丈夫ですか？結構もうちょっときつくないですかねこれ。まだ先生まだ半分しかやってない。お腹、しっかり吐いて、しっかり吸って、はい、オッケー。ちょっと30秒過ぎた。じゃあもう一回ね、はい、上にね立っていただいて、はい、有酸素モードにしていきましょう。先生ちょっと厳しくないですかね。いいですね。僕が勘違いかな。インターバル何秒？30秒ですね。さっきトレーニングも30秒、インターバルも30秒で、はい、今日は設定してやらせていただいてます、はいはい、次行っていいですか？もうですか？もうです。早いですね。30秒経っちゃいましたから、じゃあこっちの下に降りていきます、はい、はい、じゃあここでやっていきたいと思います、はい、足をしっかり開いて、はい、じゃあ測っていきたいと思います、はい、これも下げていってってなるんですけれども、はい、ちょっとアレンジを変えていきたい。下げてキック、下げてキック、これ30秒いきます。はい、じゃあ行ってみましょう。せーの、下げてキック、もっと高く下げてキック、もっと高く下げてキック、いけるいける、もうちょっと下げてキック、まだ8秒キック、まだ12秒キック、30秒だからね、これあと15秒、あと半分半分キック、もっと深く下げてキック、そうキック、下げてキック、そう同じ足キック、いけるよ、下げてキック、ラストじゃあと3回、1、はい、2、3、はい、OK、じゃあ癒したいんです、はい、癒したい、上に乗ってこれで30、ゆっくり、そこは呼吸を整える、おしゃべりも許されないですね。呼吸に集中、二重呼吸、しっかり吐くことでしっかりするんで、まず吐いてみましょう。わー、力抜け、力抜け、呼吸止めるとこですね、吸って指導してくださいね、先生。はい、OK、はい、降ります。次、もう一度、はい、次は、はい、さっきはニーリングだったんですけど、つま先をそこに乗せて、つま先をそこに乗せて、もうなんかそれだけできつい気がするんですけど、先生大丈夫でしょうか？大丈夫だと思います。思うかい。これはもうあの古典的なプッシュアップ、腕立て伏せなので、はい、ただ合わせ合わせと30秒間頑張って腕立てをしてください、はい、大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。
じゃあ行ってみたいと思います。せーの、はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、4、はい、はい、30秒持たないと思うので、1回レストで、ここで。レスト、はい。はい、レストで。レストで。ここでレスト。はい、レスト。そのままレストでいきましょうか。はい、じゃあもう一度いきます。もうなんですね。ちっとも休んだ気がしないんですけど。はい、いきますよ、せーの。はい、1、はい、はい、2、はい、呼吸してくださいね。はい、3、あと2回。はい、4、もう一度。はい、5。はい、OK。じゃあもう一度癒しタイムで。ああ、癒しタイム。上に乗ってください。この時間を待ってた。これもまた30秒。この時に膝をピンと乗るのもいいんですけど、はい、ちょっと緩めて乗ったりすると、はい、ちょっとあのお尻とかお腹とかまた効くところが変わってきますので、このブルブルがさらに血流をアップしてくれます。なので有酸素運動をすることになるんですね。乗ってるだけなのに。乗ってるだけなの。そうなんです。楽ちん。そう。楽ちんかな。楽に有酸素運動を今そうなんです、ね、しているのかな。あと5秒で、じゃあ5、4、3、2、1。はい、OK です。いかがでしたでしょうか。あ、もっとインターバルが長いのかなと思ってたんですけど、はい、ポン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 と、まあ、リズミカルに。このトレーニングの一つのポイントとしては、はい、タバタ式っていうところだと4分間で終了するような感じだったので、はい、30秒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 という感じで今日はやってみました。はい、これを繰り返すことで、どこに主に効果が、そうですね、やっぱり前半しましたよね。全身の持久力だったり、はい、あと血行の促進だったり、はい、まあ、主に運動不足だったりを解消できる運動になっておりますね。で、あの週に大体1回ぐらいやればいいかなって。そんなもんでいいの。いや、1週間に1回でいいです。1週間に1回でいいの。これ結構あの負荷が強いので、はい、あの1週間に1回から2回取り入れてもらうことで、はい、他の運動の効果をアップさせるものなので、これやることで、まあ、スキーとかすごい長時間疲れない俺みたいになると思うので、結構疲れたんで次これやったら先生全然疲れへんや、はい、もっとすごいトレーニング俺に起こせよみたいになるかもしれない。なるかな、頑張りたいと思います。頑張っ、はい、先生今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回のエクササイズの、はい、まあ、総評みたいなものをいただけますか。そうですね、天然パーマ夫婦のように、お仕事がやはりテレワーク化皆さんしてきてしまっていると思うんです、うん、でもその分あのお家にいる時間は長くなったと思いますので、今日こういった道具を使ったりしながら日常的にやはりあの運動不足を解消していただけるように今回のようなエクササイズを、はい、やってもらえればいいかなと思います。次回も頑張れる気がします。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ドクターエアの EC ショップボディープラスでは現在お得なキャンペーンを実施中です。ぜひご覧ください。